OK OK です。じゃあ出しましょうか。おゲーム画面綺麗だな。いいね、はい、これね、まずステージがね、うん、正気の谷という意味で、まあ、東京ゲームショウの時にプレゼンされていただいた、うん、あの、うん、岡三五の大地っていうマップの、真下に位置する、フィールドになります。真下ですね、はい、上に岡三五の大地があるの、もっと上、はい、綺麗なとこね、まあそこはあのいろんな生き物がたくさんいる、生態系に、うん、豊かなエリアだと思うんですけど、まあ、そこからこう落下してくる、まあ、モンスターの死体とか、うん、はい、有機物とか、おー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 、骨とかね、こいつのはその落ちてきたモンスターの骨とかをまあ利用する、まあ、その分解する分解者の生態系が広がる特殊なフィールドになります。すげえな、もう出ましたね。ディアブロスの角ついてるかな。ついてますね。あ、え、どこに、それ、それこれこれこれ、え、すげえ、え、つけてんの、まとってる、まとってる、おお、あ、口かわいい、ちっちゃい、あ、全部あのまっとってるわけですね。すごい、そうです、おいおいおい、こうやってするとこで簡単にできるんですけど、カンタスまたあの自分でまったりもしますんで、カンタス新情報、新情報ですね、カンタス新情報、新情報、カンタス出たか、しょうがないな、しょうがない、もうカンタスファンにはそうですね、たまらない情報です。ここにいます、いますね、お、お、お、怖い怖い怖い、お、お、お、もしや、これはここでちょっとね、お、あー、なるほどね、あ、それはなんか使える、使えそうですね、ハラミに夢中やな、ハラミに夢中ですね、うわー、すげー、ふっとくでた、今回ね、オートマイル結構ね、助けてくれますよ、おー、おー、素晴らしい、チャンス、すごい、あれ、クワマスク、下罠になってたんですね、下罠、そう、下罠、わざとモンスターの攻撃で潰さしておいて、下罠を発動させる、いつそんなのしてたんですか、さっきや、え、いつの間に、あ、いつの間に、いわゆる、地形を利用したね、罠です、まあ、モンスターの力で自分でやったわけじゃないですか、はい、これの爆弾とか使えば発動させられるんですけど、モンスターの場合は攻撃力が高いので、まあ、一発で破壊してツタに絡めることができます。地形を利用しましょう、スタミナ回数使って、ね、歩きながらね、おー、すごい、あー、すごい、いやいやいや、ギリギリギリ、すごいね、原宿ちゃうねんからクレープ、クレープね、クレープね、クレープね、イメージ、イメージ、関西人のイメージ関西人、もう東京長いやん、17年今、江城さんに聞いてきた、やばい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 の、さあさあ、サンスクみたいなやめてください、とうとうタッチが4人になるか、お前やろうかな、ちょっとね、お待ちください、ね、ちょっとね、見せたいものがあるんで、待ってください、何を、あら、おお、これ多分ね、ハラミが毒のレイヤーの毒、わあ、毒ってる、今回毒はね、わもう、あのね、よだれみたいな毒、本当だ、毒なってる、泡吹いてる、泡吹いてる、液体っぽい感じでね、毒の泡、うわあ、か、うわあ、うわあ、危ない、危ない、本当に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 、おー、回復、あ、オッケーオッケー、で、ちょうど来た来た来た、お、え、何次だ、あ、来た、うわ、オドガロー、これは怖いね、2人もいや、もうやばいまんまやもん、ほらほら、おー、どうすんの、出会ってしまったよ、また、お、やばいやばい、あー、あっち、あっちに行く、始まるか、あっちに行くの、あ、おっ、始まらないな、始まらない、あ、できた、始まった、縄張り争い、これどっちが強いと思います、これは、いやいや、これトゲトゲ、トゲトゲ、うん、トゲトゲ強いから、これ、あー、えぇ、うわわわわ、ガンガン見てる、ガン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 いってる、いやいや、骨が、すげえ、頑張れ、やばい、顎の骨が V 破壊、 V 破壊、いやいやいや、ついでにそっちに V 破壊していただいてる、便乗してる、強い方に、うわわわ、たまに自分の方向いてきよるからね、これ、あの、ね、そうですね、うわわ、ボロボロじゃないですか、いやいや、ボロボロ、ラドバルキー、ホドガロー、あ、こっち見てる、こっち見てる、あ、やばい、ラドバルキー逃げてきました、ラドバルキー逃げた、あ、逃げちゃった、あ、追いかけてんだ、怖っ、早っ、攻撃性がすごく高いモンスターなんで、で、あの、このフィールド上をこう、うろうろして、まあ、死体を、落ちてきた死体を探してるんですけども、まあ、あの、死体を巡って、ああいうふうに争う、モンスター同士争う、わわわ、こっち来た、
すごい。もうあいつがおらんとなったら今度こっちや。そうですね、来てしまうんで。おこいつ連れてくれます。挑発？挑発しますね。これあの特殊装具って言って、ステージが使えるマントみたいな。すげえ。今のところ、で一番上の方は骨が多かったと思うんですけど、こっち下に行けば行くほどこういう風にこの、まあ、肉っぽいものが肉っぽいものがますし、まあこのガス、黄色いガス、まあ、正気っていうんですけども、に満ちた場所になってきてます。でこのスリンガー松明弾っていうのが今スリンガーにセットしてますんで、これを撃つとこの正気を晴らすこともできます。で、正気の中にいるとだんだんプレイヤーダメージ受けたりしてしまい、危ないので、あんまり吸い込みすぎないように、まあ、安全な場所を確保して。なるほど、そのガスを燃焼させてくれる。ちなみにこの、 あの飛んでる翼竜なんですけど、はい、あの岡三号の台地で、生きてた結構あの優しい、プレイヤーあんま攻撃してこない装飾モンスターのラフィノスですが、まあ、正気の谷に落ちてきてですね、この正気にちょっとやられてしまって、攻撃性が高まっていまして、正気の谷では攻撃的な雑魚になってしまってますので、あらすごい、場所によって変わっちゃうんだ。イラッとしてるね。そしてさらに連れて、あ、またここガス出てますね。あ、出てる、わわわ、煙ってる。わあ、またいましたね。出た、出た。違うやつですかこれ。違うやつですね。わわ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 わ、いやいや誰でも行くな。あいつは強いんですよ本当に。うわわわわわわ。このゴスギロスはですね、麻痺を使う攻撃を得意としてました。あとこのザコモンスターって行かれてる。はい。引いてます。ちょうど切れた。数で。ドスってね、ゴス的な扱いが。ギルオスも結構いますね。なんか口が痺れてる。これドスギルオスの痺れの攻撃で痺れさせたと。すごい。こっちも来た。これはこういう使い方もできるんですね。力関係上では下なんですけど、ああいう使い方もあった。やばいやばい。ギルオスがお友達になった。ギルオスをお友達にしましたね。トロフィーも取ったね。トロフィーも取りましたね。友達。これは初の情報ですね。これね、新情報ですね。今、お友達のギルオスがもういいんですか。お友達のギルオスがやったら痺れた。素晴らしい。お友達のギルオスがドスギルオスを痺れさせたってことですね。あ、違う。乗ってますね、ハラミ。あ、ハラミが乗ってる。あ、乗ってる。ほら、ほら。仲いい。あの、お友達のギルオスが攻撃してくれてるんですね。はい。麻痺の効果が出てると思うんですよ。お、これはもしや。なんすか。テトル、行きますよ。テトルがいるじゃないですか。何？あ、乗れと。なんか言ってます。乗れと。今、あ、そっか、乗れそうかな。なんか、あるやばい。おお、思った。さすが。ということは乗れって言ってたテトルが、大丈夫。いける、大丈夫ですよ。あれスタミナがあるときは。そうですね。もっと、おお、ないです。え、なんですか？上からね。テトルたちが。何これ。わな、何これ。わなね。ほら、可愛い。あら。テトルめっちゃ来てるやん。可愛いな。ガリバー。何これ。え、手伝ってくれる。そうなんです。可愛い。ワールド各フィールドにですね、このテトルというこう、まあ、いらっしゃるんですね。原種みたいなやつらがいまして、その子たちと仲良くなってると、まあ、このように助けてくれることが。仲良くなってないといけない。仲良くなってないと出てきてくれません。でそれぞれあの、いろんな生活をしてますので、生活困ってたりすることもあるので、そういうものを助けてあげると、ああいうふうに仲良くなって味方してくれるようになります。さらにお友達のフィールドですね。すごい。あーしょー、あいいじゃないですか。これも初情報ですね。これはいいぞ。初情報。いけいけ、どんどんいけ。どんどんいけ言うてますけど。やられましたね。野球観戦してるおっさん。どんどんいけ。回れ。なんか出てこい。なんか出てこい。ついでなんで今なんか USJ 初めて行った人。いたテトル。これ別のテトル。別のテトルですね。近寄るとハラミが奏族の楽団員。楽団員、奏族の楽団員。これ岡三号にいるテトルついていた。一緒にね。なにこれ、ギルオスと合わせたら3匹今。そうですね。ギルオスもいますね。ギルオスなんか引っかかってんな。引っかかってる。ギルオスもおいでよ。これ今
え、ギルド3人いますよ、はい、すごいね、左来てくれます、来てくれます、来てくれますね、これ中身人間よりも有能な人だと思うね。しかもレイギエの死体が落ちてきてます。あ、これ、ね、リアルタイムの落ちてくるんですよ、すごい。あ、それをね、わあ、食べとる食べとる、これ初めて見せられましたね、これ持っていきよった持っていきよったおい、ちょっとすごい、これ新情報ですよ、またこれは新情報聞いた、グイグイ初めて見せますからね、見せれた、初めて見せた、全部新情報だね、確かにすごいな、エンディングやらなあかんことあるわ、まだいっぱいあるわ、いや違うでしょ、ゲームのエンディングなんでしょ、ゲームのエンディングね、それダメでしょ、びっくりした、番組のエンディングかな、ああいうふうにあの落ちてきた死体を狙って徘徊していって、自分の巣までと運び込むような生態を持ってます。巣がわかる、もうええかな。あとね、最後ちょっと綺麗なところ行って、うん、終わりましょうかね、もうちょっとだけ見せましょうか、あのさっきのさ、うんうん、あのあれ、トップ君、まずは今度見せるわ、いろいろ、おー、来ましたね、おー、さっきあの正気に満ちたような肉が満ちてあるような場所から、うん、さらに、あら、口に下の方に行きますと、ここは、正気がちょっと浄化されているような場所になってまして、この水すっごい綺麗なんですけれども、あら、実は酸なんです。わー、めっちゃ減ってる、めっちゃ減ってる、めっちゃ減ってる、え、えげつない、かなり減った、めちゃめちゃ減ってる、溶ける溶ける、酸ってモンスターに効くのか、はい、でまあ、この、植物もこの菌糸みたいな、はい、ものが増えてまして、まあ、ちょっとこの回復できる、ほっぽっ息をつけれるような場所にも、なってきてます。ところで、まあ、一番上が骨、中層が、まあ、肉、正気で、一番下がこう酸の水みたいな構成になっているのが正気のタイプというものになります。おい、すごい、すごい、じゃあ今日はこんな感じかな、ダメですね、いやすごい、こちら数量限定生産ですので、ぜひお早めにご予約ください、うん、今、ゴー様が、あ、まずはこれ、ネルギオンテのすごいフィギュア、いいですよね、素敵ですよね、あ、これはいかつ、細かいところまで作り込まれてます、いや、本当に細かいですね、ようできてるね、ようできてますね、うん、ようできてるね、いや、ようできてるわ、これ、いや、ようできてるね、いやいやいや、ようできてるわ、いや、でも、うん、ようできてますね。中身ない。すごいね。関西の人すごいですね。はい。関西の人すごいですね。何やかん。初回。こちら。これが。うん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 。ボックスね。ボックス。はい、ボックスと裏は見れるかな。レウスですね。この、はい、だからね、対峙するような感じで。うん、ね、そうですね。持っていくか、ネルギーが。こんな感じ。うん。はい。手に持てるの、これなんか、これサウンドトラックですね、サウンドトラック、これええんちゃう、はい、これ泣けるで、10曲ね、うん、ショコラちゃんが大号泣します、もうこれ泣けるショコラちゃんが